いつも目覚めたら異能力が宿ったか確認しています。今回はね、コメ欄でリクエストしてくれてたホラーゲーム次の日をやっていきます。なんかこのホラーゲーム左にスクロールしていくだけらしいんだけど、めっちゃ怖いらしいんだよね。でも左にスクロールしていくだけで怖いって思えなくない？ちょっとね、実際ね、舐めてる部分はある。なんか犬がめっちゃ鳴いてる。あれもね、ミニチュアダックスフントというね、可愛いクーちゃんというね、犬を飼ってるんだけどね、ミニチュアダックスフントとして飼ったんだけどね、めちゃくちゃでかくなってる。ミニチュアじゃねえ、もう。じゃあまあやっていこうと思います。始める。お、少年だ。学生の少年が。あ、これ動けんのかな。もう本当に左にスクロールしていくだけだ。いろいろ見ていこう。ちゃんと実況するわ。少年が学校帰りに。腹減ったな。お腹空いたんだね。やっぱ学校帰りかな。アパートみたいなのが2軒あって、工事中のあれかな、建物かな。フェンスが工事中っぽいよね。早く帰ろうっと。あ、やっぱ帰宅だな。帰り道だ。電柱があって、セーフセーフ。え、なんか病院っぽいよ、入り口。でも大丈夫か。なんか無音になったよ、突然。ちょっと突然音なくなるとビビるから、ハウハル。まあまだ平気でしょ。あ、待って、怪しい。え、ちょっと雲行き怪しくなってきたよ。このなんかもーっていうやつマジで嫌じゃない。ちょっとどうしたの、急に。不思議ゾーンが。あ、やばい。見えますか、皆さんお気づきになられましたか。あ、ちょっとごめん、なんかファーってなった。ちょっと皆さんお気づきですか。あのフェンスの向こうに白い少年らしき人物がこちらを伺っております。多分この学生のハウハルが操作してる少年は気づいてない。まだ進んでいきましょう。見てますね。あ、消えましたね、少年とともに。ふーっていう音も消えました。さあ歩いていきましょう。次のトラップは何でしょうか。バーっていうやつあんのかな、これ。え、ちょっとさ、バーって出てくるやつハウハル苦手なんよな。ちょっといや、ほんとそれだけちょっとさ、やっぱ一回やってみないとどういうテイストのホラーゲームかわからんから。ちょっとね、最初はマジで怖いんだよね、どのやつも。頼むよマジで。待って、あ、なんか勝手に動いてる。ハウハル動いてないよまだ。あ、なんで勝手に動くの。え、勝手に行っちゃったんだけど。待って、怖い。何、暗くなっちゃった。次の日と次の日かけてんのかな。あ、なるほどね。何回も同じルートをね、辿っていって、ちょっと変わっていくのか。じゃあちゃんと見て覚えないとね。ここは変わってない気がする。なんかだるいな。どうしたんだろう、嫌なことあったんかな、学校で。で、電柱があって、風かな。さっきの少年に取りつかれちゃったんかな、それでちょっと体調悪いみたいな設定なんかな。この電柱越えるときがね、ちょっとビビるんだよね、怖いんだよね。はい、病院の前っぽいんだよね、これ。なんか病院ってこういうもんじゃない、門っていうか入り口じゃない。あ、来ましたね。この音が入るときは白い少年が結構出てくるときです。あれ、いない。でも、あ、いた。あ、やばいぞ、だんだんでかくなっちゃってる。ちょっと、あ、少年がでっかくなっちゃった。あ、消えた。え、待って。これ3日目めちゃくちゃでかくなってんじゃない？次の日。次の日の次の日。あ、待って。あ、2回出場してる。2回。ちょっと。2回出てきたぞ。3回目3回出てくるんかな。あ、あれ動かしてない。やっぱここまで来ると勝手に動くんだな。次の日、次の日。この何なんだろうね、このごっくんの ASMR 的なね。ちょっと汚えけど、ちょっと汚えとか、ごめん言っちゃった、ごめん、マジでごめん。あ、ここはね、まあ、いつもの日常ですね。今回の体調はどうですか。あ、ちょっとどうしたんだろう、答えられないほど点々点だったね。なんか頭が痛い、頭痛くなっちゃったね。お腹痛いだったっけ、前日。違ったらごめん。やっぱり取りつかれてるね、完全に。あー、やばいねー、すっごい、上目遣いだね。ちょっと。めちゃくちゃ上目遣いでこちらを見てるよ。あんなく、あ、でもさ、しかもさ、左のさ、扉にも結構顔をズームしてる感じで映ってない？視聴がだんだん激しくなってる。大丈夫かな？これ通り過ぎると消えるんかな？あ、やっぱ消えたな。
あ、消える消える消える。通り過ぎるといなくなるんだな。待って、すげえ暗いんだけど。ちょっとえ、なんですごい暗いの。え、もう見えないんだけど。ブラックホールになってんだけど。え、ちょっと怖くない？いや待って、これバーって来るかな。え、バーって来ると思う？え、なんか来そうだな。ちょっとどうしよう。大丈夫大丈夫。いや、これ左に行くだけでも結構怖いな。自分で操作するから。え、なんでこんな暗闇に包まれた。ちょっと魔物が潜んでるよ絶対。大丈夫かな。え、ちょっと行くよ、頑張って。トゥルーみたいな。あれ、どうした、どうしたの。え、ちょっと気になっちゃう、取り憑かれてるから。行っちゃダメだよ、気になっちゃってる。変なの、やっぱ取り憑かれると気になりだしちゃうんだね。ちょっといや怖いな。待って、あー、ちょっと待って、なんだろう今のブチってやつ。大丈夫かな。うわ、いや怖い、来る来る、絶対来る、 100% 来る。ちょ、みんな気をつけろ、みんな絶対来るからな。ハーフのカウンが言ってる、絶対に来る、絶対来るぞ。あ、来なかった。ちょっとあ、次の日来た。ちょ、マジか、え、絶対来ると思ったんだけどな。はい、4日目かな。いつも通りの日常です。ここは結構平和ゾーンだとハオハルは信じている。肩が重い、肩に乗ってるよ多分ね。騎馬戦の感じで乗ってると思う。マジで、絶対あの子肩に乗り出したよ。うん、え、何これ、どっちの声だろう。うめき声みたいな感じ。あ、またいるじゃん。あれ、顔に見えるんだけど、ハオハル左下ね。音がなくなるのが一番嫌。マジでちょこちょこ行く。あー、いやー、ちょっと抱きつかれてる。ハハリの想像とはちょっと違った。ハハリ的にはなんか肩車的な感じかと思ったけど、すごい愛情を持って取りつかれてるね。抱きつかれてる。お父さんだと思ってんのかな、どうなんだろう。あ、お兄ちゃんだと思ってる感じがする。そんな感じ。ハハリの考察だと、この子は多分お兄ちゃんを亡くしてて、お兄ちゃんだと感じたいんだと思うな。いや、暗くない？ちょっと黒すぎない？ちょっとえ、こんな暗い路地ある？昼間に。うわ、ここが一番怖え。これ何日まで次の日なんだろう。行くぞ。ここ一番怖くない？ここボス戦だよ、ボス戦。あ、今回平気？あ、やっぱ見るんだ。あ、すごいよ、ムンクの叫び状態です。あああ、まだ続くの？ちょっと叫び声はビビっちゃうからね、ハハルもね。次の日来ました。あ、次の日、あ、終わりかな。え、あ、待って、やばい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 、もう赤に包まれちゃってんじゃん、世界変わってる。え、なにこれ、怖くない？ちょっとあ、これ怖いわ、左に行くだけだけど、こんなに変わられたら急に怖すぎる。地獄みたいになっちゃってる。空が、空赤いと怖いよな普通に。日常生活でもちょっと不気味じゃない？え、てか待って、マジで病院からもう暗いじゃん。病院なのかわかんないけど、もう病院ってしちゃってるけど、ハハルは。うわ、マジか、行くぞ。ちょっといや怖いわこれ、行くぞ。いや待って、あ、なに、あ、びっくりした、顔かと思った。もうね、あのね、怖がってる時ってね、もうすべてのシミが顔に見えるのよ。ちょっとわかるくないこれ。行くぞ。肩のやつはどうしたの。え、すごい、もう軸歪んでない？あ、歪み出してるね。え、これなんか目玉に見えるんだけど、ハハル。目玉じゃないか、気のせいかそれは。こんな道あるの？てか口開いてるね、どうしたんだろう。もう意識がないんかな。あ、待って、やばいぞ。暗い、暗闇に包まれた。飲み込まれたか、闇に。あ、何、あ、路地。まさかとは思うけど、ハーハルが今度少年になっちゃったパターン違う。あ、待って、来るぞ、絶対来る、100来るぞ、みんな。来る、あ、来ない、終わり。え、待って、来るっしょ。来るくないこれ、来ない、あ、来ない、終わった。